はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらとこちらですね。こちらですね、タカラトミーさんから発売されますキューブタッチというものですね、アナログのキューブと iPad を使って遊べるものなんですね。これはですね、アナログキューブが入ったセットになってます、でこちらが生き物で、こっちが街だね。そうだね、街でございますね。こんな感じでございます、早速開けてみましょうか。はい、こんな感じでキューブがいっぱい入ってるね、何個入ってるのかな、これ数えてみる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個だね。10個のキューブが入ってますね、キューブはこんなような形ですね。で、ここはね、側面が黒くなってます、これなんで黒くなってるかっていうと、ここをね、つまんでこうやってタッチするわけだ、それで、なんか静電気が落ちることで、できるんだ。そうそう、こんな感じで iPad の上に置けるわけだね、これで操作ができるわけですね。ちょっとね、街は後で開きましょうか、まずは生き物の方をちょっとね、プレイしてみようか、はい、はい、こんな感じです。それでアプリはですね、4月23日に登場予定みたいですね、無料ダウンロードみたいです、いろいろゲームがあるんだよね。そうだね、街とミニゲームと生き物だね。はい、そうですね、じゃあまずは生き物行きましょうか。はい、生き物のゲームを開きます。はい、押すと開くね。 OK、 それで節減だね。節減押します。はい、やってみてください。はい、それではやっていきましょうか、まずはここなんか動物マークが出てるよね、この動物マークをちょっと試してみるとか。でもこれ触っても何も出てこないんだね。ただこういうね、キューブタッチのキューブ、いろいろ動物のマークが書いてあるんでね、こういうものをちょっと画面にタップしてってみようか。エシン君、じゃあお願いしますよ。じゃあ最初は馬だね。馬やってみようか、はい、ハートが出た。ハートに目がついてる。これもう一個やるんだよね、確かね。あれ、あ、これ反対側のハートが反対だ。これも、あ、あ、え、くっつけてみるよ。くっつけてみて。お、おー、あれ、これ恐竜できちゃったね。あー、これ恐竜マークをやるとできちゃうんだ。そうだそうだ、だけど合うんだ。そうだね。あ、ほら、あー、結構似合ってん。あ、いろいろ野菜が出た。あ、食べてるし。あー、生き物、ちょっとこれ食べ物、食べ物出たね、ほら。へえ。じゃあ、クマだよね。クマはクマでもこれ系だろうな、これ系で。そう、優しい。お、トラができた。あ、トラいなくなっちゃったし。トラはダメだよね。じゃあとりあえず違うとこ行ってみる。あ、ここにもなんかあるね。ということは魚でこういうやつだ。あ、間違えた。あ、カニできた。カニできた、やった。おー、いいね、なるほどね。これもう一回やってもまたカニか。あれ、あ、こっち恐竜だ。あ、海の恐竜じゃん。あ、空も飛べる。よし、これちょっと作ってみるか。え、ちょっと魚、あ、魚できた。魚がいい。これだこれだ。おー、いいね。やった、よかった。こうやってでも簡単にね、動物が作れるのは楽しいね。ああ、今いなくなっちゃったけどね。あのね、陸でやったりしなっちゃ恐竜はできないんだよ。そっか。あ、できた。あ、クジラだ。クジラできた。クジラできたっていうことは、こっち、あ、クジラできた。あ、やった。ライオン。クマ。クマ。クマ。え？クマさんできた？クマさん来てるね。あ、クマさんできた。やった。一つずつ今。今クジラでしょ？そしてクマ。もっとこっちから。お。あ、ちょっと待ってよ。これもしかして、なんかピローンと音鳴った気がする。おー、できてる。やっぱ、じゃああとはペンギンだ。ペンギンは鳥だよね。鳥で、さっち鳥でこっちかな。こっちでちっちゃいのを作ればいいのかな。これで、あー、コウモリ、こっちで。でもそうしたらさ、できた。あ、あのね、なんかね、まずいんだよ。おー、揃った。
押してみて。お、探し物ゲーム。あ、これ見たことない。うん。じゃスタートしてみようか。あ、ちょっと待って。あ、これあれだね。こっちこっち。うん、これ。あ、この2つのマークだ。これでやるんだよね。あ、そうだね。ここに書いてある。うん、この手マークと虫眼鏡マーク、うん、これ使うんだ、うん、探してみようだって。あー、魚とオットセイ。オットセイだね。とカニ、うん、これアザラシかな、もしかして、うん、アザラシだね、うん、魚とアザラシとカニを探すんだって、うん、あ、さっきやったやつだ。カニいた、カニいた。おー、よし、せがい。あ、ここにもいる。ここにもちょっと拡大してみようか。いた。だと星を持ってるやつやなっちゃダメなんで。そういうことね。うん、今いたから通じをこっちへだよね。うん、オットセイ、オットセイ、オットセイじゃ、アシカ、あ、アザラシ、アザラシいた。いた。オッケー、正解。正解。あと魚。あ、魚。こう隠れちゃう最後にね。あ、いた。オッケー、イエーイ。三枚ゲット。おし、コインゲットだ。はい、そんな感じだね。そしたら、うん、他にもね、これね、ミニゲームってあるんだよね、うん、ミニゲームのエイリアンハンター、これやってみましょう、うんうん、これはね、縦なんだよね。あ、はい、縦になるの。縦で、うん、これを使うのは手マークです、うん、じゃあ行きましょう、スタート。ヤシン君頑張って。あ、ここに置いてって意味だ。そう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 、はい、あ、これあれだ、あ、ピンポンみたいになってんだ。あ、頑張れ。お、落とさ、これ多分下に落としたら負けだぞ、これ。違うよ、落とし、お、落としても大丈夫。輪ゴムなんだよ、多分。輪ゴムっぽい。輪ゴム輪ゴムボール。あー、いいね、いいね。でもこれ見えるんだった。あ、あれだ、コンボが重なるとあれなんじゃない。あ、そうだね、そうだね、コンボがあるんだよね、これね、1コンボ、2コンボ、3コンボってね。うん、3コンボ。あ、シールになった。あ、コンボとか関係なさそうだけど。でも、お、いたいたいた、お、4コンボ。これでポイントがね、うん、回すね。お、ここで、あ、ここでゴール、ゴール、ゴール、ゴールだ。あ、これゴールのところに持ってってあげないといけないんじゃない。あ、勝手にいったか。おお、クリアですね。クリアで、お、1枚、1枚ですね、うん、ゲット。最大コンボ4点だって。お、なにこれ、今までゲットした数90。おお、うん、じゃあ今までさ、たまったコインをさ、ちょっとやってみようか、うん、はい、このね、うん、ガチャっていうのがあるんでね、うん、ガチャを回してみましょうか、うん、あ、これ立てた、うん、はい、じゃあスタート。これも、手マークでいきますね、うん、はい、あ、コインまず入れて、入れて、シューマイだっちゃう。ガシャガシャ回してください。よし、出た、足跡。足跡面白いね。はい、出た、ティラノサウルス。大物が出ました。どんどん回してみようか。はい、図書館、図書館、いいね、これは街だね。そうだね、街だね。あ、コレクションも見てみようか。そう、コレクションで今まで集めた、そのコレクションが見れるんだよね、うん、あ、このページ全然ないな。あ、おー、いっぱいある、ね、これね、なかなかコメントが面白いんだよね、うん、うさぎ、ぴょんぴょん跳ねる、人参が土とかじらない。え、人参が土じゃない、人参は土とかじらないって、人参が土じゃないって意味なんだけど。そうそう、人参が好きじゃないウサギもいいんだね。クマ。クマのキャラクターは可愛い。でも本物のクマは怖い。そうだね。本物のクマは怖いよね。うん。キャラクター、ティラノサウルス。恐竜の代表格。超かっこいい。あ、コメントが面白いんだよね、これね、うん、はい、そんな感じでガチャだね、これがね、うんうん、はい、戻る、戻るよ、うん、じゃあ次はですね、こちらの町、これもやってみましょうか、うん、開けるよ、うん、どうしよう、はい、はい、今度は違うね。そうだね、うん、ちょっとやっぱね、やっぱ、ね、建物とかあるね、うん、建物のキューブはこんな感じですね、うん、はい、青だね、今回はこのような感じになってます、うん、はい、では町起動しますね、うん、はい、OK。 おー、じゃあどれにしようか、のどかな町、緑の町、港町、にぎやかな町。じゃあ緑の町、緑の町しましょう。これ結構楽しいんだよね。お、ここに、あ、もう揃ってるみたいやね。あ、そうだね、そうだね、こういう町をどん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 作っていくんだよね、これ、うん、面白いこれ、うん、で消すときはこの手マークだっけ、手マークを消えると、あ、消えた、そうだ、消えます、これだ、できた。あ、いっ、あ、
色がついてるものに、ね、あ、消えた、よしよし、お、消えた、あと野菜、野菜マークということは、お、これかな、うん、多分それだ、あ、できたできたできた、よし、あ、これで立ったね、うん、お、これ右行けるようになった、おお。よし、じゃあ今度エちゃんやってみて、今度は、あ、家だ、またさっきと同じだ、これ違う、黄色い家が出るまで作んなきゃ、できた、はい、できた、次はこっちはもう、こっからはもうお店だね、お店だね、じゃ消して、まあ、これ消さなくてもいいけどね、うん、お店、お、できた、あ、靴屋さん、靴、靴だ、うん、靴屋さん、これ靴屋さん、違う、あ、鉛筆ってことはさ、えちゃんあれなんじゃないの、鉛筆ってえいしんくんが今度さ、4月から行くとこだよ、ちょっと待って、小学校だ、学校、そう、学校じゃない、学校では学校、ほら、できた、やっぱね、あとサッカー、サッカーボール、サッカーボールも学校だよね、学校かもしれないね、学校マークかもしれないね、うん、学校の庭だよね、おお、できたできた、お、最後これ何、ビリビリなんか電気みたいな走ってる、うん、ということは、あ、こっちだこっち、そうだね、鉄塔マークだからね、うん、チして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 、はい、じゃあ鉄塔マークつけてみようか、これね、うん、おー、できた、はい、オッケー、これでこの、あー、おー、なにこれ、あ、病院が立ったんだね、ちょっと待って、あ、ジェーム出ちゃうんだ、モグラたたき、モグラたち、あ、家、学校と伝統あったに、あ、この上だ、どうするのこれ、あ、出てくるのか、はい、あ、やった、あれ、あ、このマークでやんないといけない、あ、この合ってるマークでやんないといけない、えちゃん学校で叩かなきゃいけないんだ、きっと、終わった。おお、38枚中33枚も取れたけど。やったー。それでもうコインは1枚なんだね。ああ。なるほどね。すごい。はい。すごい楽しいよね。うん、あのいろいろ2つのキューブを合わせて動物を作ったり、うん、建物キューブで町に建物を建てたりね、うん。いろいろこんなことができますね。うん、でうちがねすごい気に入ってるゲームがあるんだけど、うん、ちょっとそれやってみようか最後にね。うん、これ卵運び、うん。これがねまあ面白いね。うん、これ A ちゃんこっちで、パパこっちで、え、2つじゃやんない、まずできるよ、 まずは A ちゃんが1人でやってみて、うん、あ、これステージ2まで行ってっか、うん、ステージ2、A ちゃん頑張って、そう、こうやってね、運ぶんですよ、パパね、ちょっと危ない、ちょっと無理なんだよ、おっと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 、危ない危ない、あー、つぶれた、つぶれた、よしよしよし、危ない、気をつけてね。いけました、いけました。これでゴールですね。1枚ゲット。うん、次はパパ。パパやね、選択で。パパ。パパやりましょうか。うん、パパこれ得意だから。あれ。パパ得意だから。あれ。えちゃんはね、持ってる。用意早いから。だってね、持ってんの、パパ運べるから。おっとっと、ほらほらほら。これでね、えちゃん、気づいてあげる。いや、いいよ。大丈夫、パパが落としちゃうって。大丈夫。大丈夫だ。あとだ、もう一度パパ、パパかまた開けてさ、これ2つでやっちゃうとダメなんじゃない、もしかして、ほらほらほらね、2つで、2つでできんのこれ、ほらできなくなっちゃう、1つが動かなくなっちゃう、ほらほらほら、また食べて、よし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 、パパ頑張るよ、パパ得意だから、ほらほらほら、見て見て、ちょっと待ってよ、上やっちゃうか、ステージ4とかになってね、難しい、ステージ4とかになるとね、あのあれ、確かに、あの閉じるのに、ちょっとすごい難しいけどこれ、危ない危ない、おっと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 、よし、ゴール、あー、危ない、いや、危なかった、はい、楽しかった、うん、はい、ということで今回はですね、キューブタッチでしたね、なかなか面白いね、このアナログのキューブとデジタルの iPad を使って遊ぶっていうのがね、新時代ですね、すごい面白いね、はい、でこれだけね、あの卵動かしゲームであんだけ盛り上がってね、楽しいわあれ、うん、はい、ということで今回はキューブタッチでしたね、うん、あの気になった方はですね、ぜひ、やっ
やってみてください。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。